別にいいか今日は。もう 俺にもさ、基本的に枠開けたら、あ、今日もちゃんま店開けてんだなっていう告知だから、これでいいわけよ。あとは好きなとこ行ってくれりゃいいんだから。あ、行っちゃいらっしゃいね。なんでそんなか、俺は全然怒ってないのに、なんでみんなをそんななってじれてんの。誰に勝ちたいの。いや俺に、いやもう君たちはみんな俺に勝ってるから大丈夫だよ、心配しなくて。いや、羨ましいとはさすがに思ってねえだろう。ああ。あ、うな太郎いらっしゃい。ブロックしてアンチ排除しないと。いや、いいじゃん、このぐらいだったら。もうさ、店に住んでるとか勘弁してくださいよ、ほんと。毎日開けてるなら告知いらんよな。まあ、ああ、でもそう言っちまえばそうかもしんねえな。ああ。なるほどね。考え方としては大正解かもしれないね。定休日はないよ。毎日開けようと思ってるから。おつまみの赤ウインナーは、いや、バターはないだろう。いや、わかんねえ。いや、バターで炒める人もいるのかもしんねえけど、少なくとも、バターでは俺は炒めないかな。バターはうまいよ。切れ目を入れてカリカリに焼く。まあバター醤油に敵なしとか言うけどな。俺塩コショウだもん。
僕は電話いけるよ、かけて大丈夫。なんかありました？ゆいがさん番になったよ。ちゃん、ソニー、ハラちゃんがどこで番になったの？っていうか、ハラちゃん配信してんの？ねえ、いや、鍵開いてるって。うまい、ケビ。あのさ、もうその監視とかする、あのもう時間がないから、うん、ね、マスカラありがとう。通知解除してほしい。いや、これ偽物だべ。FC2 でやってたの？ハラちゃん？香川の店からそっちに人向かってるんで、いや、来てもいいよ。いや、もちろん、あの、ウェルカムですよ。うん、じいじが来るよ。また女連れてんじゃねえの。あの人絶対来るとき女連れてっからな。何酔っ払ってまだ大声だべなあ。ツイキャス版なので。誰が、原ちゃん？いや、それは知ってるよ、俺も。うん。チャーハンを運ばせるみたいです。あ、もう本当申し訳ないんだけど、こっちいじくんないでくれる？本当も申し訳ないけど、スライムな、うん。逃げるの？何を逃げてんの、俺が。だってメニューにねえっつうんだから。ないよ、そんなもん。ね、まあ佐野の店をさ、なんか どうしたいのかは、それはおのおの考えがあってコメント打ってんだろうけど、どうもなんねえよ。うん、ね、店じゃなくて家の間違いでは。で、何の話になってんのそれ。なんだよそれ。もう俺理解ができないよ。だからみんなめちゃくちゃになってんじゃねえの。もう何でもいいんでしょ、とりあえず。もう意味が伝わることとかあんまり求めてないでしょ。わかんないわかんないでいいよ。んなもんよ。無理だよ。だって言ってることがよく俺の今喋ってることに返してくれてんだったら、
あなるほどねっていうのはあるけど、全然俺の今言ってることと話してることに返ってくる答えがないもん。うん、じゃあ1時間ぐらいミュートでーす、さよなら。
これは安いよ。音ないのにうるさい。ごめん。いや、音今入れたよ。これがでかいんでしょ、多分。すいません。いい。鬱陶しいって俺いつも言われるんで。どこで言われんの？俺のとこは言ってないよ。香川君のとこでね、昔。もうずっともう、うるさい、うるさい。何やこのじじい、うるさいなーって俺ずっと言われました。うん、チャーハンなんか作ってんだ。頑張ってんね。チャーハンと卵焼きみたいですよ。なるほどね。チョイスがもう配信者だよね。チョイスが配信者。それを俺のとこにただでね、送りつけてくること自体がもう配信者の。なるほど、わかるでしょ、うん、そういうことね、うん、まあいいんじゃないですか。俺は別にそんなことではなるほどねって思う。ああ、俺興味ないから。どっちにしてもさ、佐野さんには怒ってほしいけどな。怒んないよ。だからみんな俺をイラつかないって言うてほしいな。だからそれをやらせたいからやるわけでしょ。あ、みんなね。うん。ほんで、なんだこの野郎っつって、誰か一発ぶん殴りゃ50万円の罰金するだけなんだ。あ、そうか、そうか。そういうことや。だから佐野つぶしなんだよ。さんさん、おりやん。この世に。何？この世に降りやって。もういるよ、もちろん。ほんま。うん。まあだからそれが面白いと思う人はいいんじゃない。だけど俺的にはそんなにカリカリ怒るつもりはないけど、うん、じゃあそれが面白いかって言ったら、飲んでる飲んでるよ。これやんか噂の、うん、シャンマンとか、うん、もうさ、でも新しい店出したんだったら頑張ってやればいいんだ。え、挨拶もないんかいみたいな感じじゃないの。誰に。あなたに。なあ、いいよ。いい、うん、むしろそういうのいいわって感じ。うん、まあいずれにしてもさ、佐野さん、俺が思うのは、うん、もうさ、ためやさ、だから余計思うのは、だってちてめえの子供ぐらいのガキにあんないことね、やられて。さあさあ、もうそんな関係だし、俺はもうこの世界に追ってほしい。いるよ、俺は。あぶられない限り。だからそんな無茶しちゃあかんでって。だから、うん、もう気をつけるよ。うん。パーとなってもあかんよ。だから、うん。抑えてくれるさ、ゲルゲルがおったけど、あの人は抑えない。抑えへんかったんかい。まあいずれにしても追ってほしいよ俺は。もうだから配信は続けるよ。うん。うん、で続けるためにもこのしゃばり。だから体かかったらねできねえから。うん。それは分かってるよ。しょうもないこと言ってごめん。いや、いいじゃん。もうむしろそれが正論じゃん。言ってみちゃえば。多分。だから遊べる場所は減らない方がいいでしょ。どこだって。うん。だからじいじこうやって来てくれれば俺ありがとうって言うんだから。でいつも俺実はね。じいじね、あれね、本当は女わざと連れてきてんじゃないかなと思ってんの。わざでだよ、俺ね、なんてかって言ったら、違うの俺が言ってるわざとの意味を履き違えてるかもしんねえけど、ちゃんまんとこね、二人で行きゃ二人分の料金になるから。ああ、そういう気遣ってきてんのかなって思うわけ。
それは別に佐野さんが悪いで、別に一人で来て、ほんで別に何人分であろうか自分の気持ちを置いて帰ろうとしたらあんた受け取れへんやろ、うん、だからそういうのも悪いんやね、あんたが。だけどよ、それやっちゃってばっかいたらよ、だら俺昔からそれやんねえから、じいじいつも怒んじゃねえかよ、いいよ俺がいいからいいんだよって怒るから、そうそうよ、うん、もっと怒られちったよと思う。だからそれはお互いさんでいいんじゃない、だってお互い様だけどっていうのは、俺ここに来て楽しいやから。いやまあそうだ、そうかもしんないけど、それは俺がお店開けてる以上はつまんねえ、あそこじゃつまんねえから、それでいいよ、それが普通なのよ。もう一個ね、ちょっと組み込んで言うたらさ、うん、もういいよ、いつまでもね開けといてほしいね、俺もあの今すごい開けてるやん、めちゃめちゃ頑張ってるやん、まあもう意地になっちゃってるよね、半分。いやでもね、そのくらい意地になんねえとダメだって。それでいい。ああ。それでいいし。ああ。だからこそ俺こういう時に俺は来たい。うん。だからそういう風にしてくれてるのもありがたいなと思うし。みんなみたいにあのいろいろこう何むちゃむちゃ頑張って支援はできへんけどさ。いやそんなのいいんだ。開け取ってくれたら俺必ず来るし。うん。すみません、ありがとうございます。いやいや、もうこれ上級生に、ね、自分の方が全然若いぜ。俺と佐野さんと福山雅治同級生から、うん、今度あのそこは福山じゃない同じ52を誰がおったっけ、あれがいるのかな52歳誰いたっけ、あの99人の壁っていうやつも同級生、99人の壁、佐藤二郎、佐藤二郎？あんた A 型か。あれかい？A 型かって。俺？お。めっちゃ並べるやん。あの曲がってんのやな。あのこういうのが。それ A 型なんちゃうか。分かんないけどな。俺どっちかは親はどっちかが A かもしんねえな。AO の O やね。うん。開店前から来るなんて礼儀を知らない。いや空いてるから。あ、ごめん。いや、うち何時でもいいの。俺がここにいたら。お前はめっちゃ早い時間やな。三三でこれ六時からやったっけ。だって六時からって七時八九三時間しかできねえじゃん。だから俺もう最低でも三時はもう開けてるから。今はね。皆さんすみません。うるさいおっさんが早い時間に来てごめんなさい。だから開けてる時間で言えば前は6時に開けて12時で閉めてるから開け時間としてはまあ同じぐらい6時間で、うん、そうそうそう、うん、前倒ししてるだけだから、うん、前倒しはほら時短のどうのこうのとかもあんまり言われないから、それやってもらうもんもらわないな、もうね、しょうもないで、まあ、うん、もらうもんっていうか、みんな税金あるくんやから、あの国にもらうもんはもうみんな持っていったらいいと思うよ、うん、まあね、お客さん来てくれるのは嬉しいですね、ああ、あそこの扉が開くと嬉しいよ、さすがです、あ、いや、ガリです、芋そうでお願いします、はい、コメント走るね、サンさん、やっぱり、いや、同じやつがあのコピーしてあの連投してるだけだから、そんなのでもコピペもないよ、見て、コピペだよ、うん、だからケツにつけるあの顔マークが変わってってんじゃん、なるほど、うん、すごいね、だからスマホくんなんだよ、だから子供なの、あ、スマホくん、スマホから一生懸命打ってんだよ、だからガキだからそんなバカが、パソコンからなんか上がってきてねえから、樋口さんのなんかあれもん、ありがとうございます、よし、ますもうこいつしかいないじゃん、だから他のリスナーはもうあのこういうバカが出たらみんなログって黙るわけ、うん、うん、なるほど、もっとやりな、でだからもう気違いしか来ねえから、まあそんだけ人気っていうことやけどね、サムさん、
そうかな、だって今来てる人数なんか高橋入れてんだよ。300人ぐらいだよ。俺今朝さ、うん、スイキャスそーっと上げたんやけど、でなんでさ、俺さ思うけど 3人から増えんかったあのそーっと開ける理由がよくわかんない。だからツイッターとか、例えばああいうので拡散すればいいじゃん。俺今からやるで、拡散して3人やったら、いい加減にしてくれよいい加減にしてくれよやってんのかよ、それそーっとって言わねえから。うん、ほんま寂しい悲しいやった。ああ、新しい、えい、かがのねの、はい、世界は回る、これでかいからな、かのスパーク、やってく、さあさあこれ持ってきてくれたら食べない、おらくない、絶対、じゃあ俺は腹いらねえもん。俺も腹いっぱいで食わないけど、ここにじゃあ置いてくれ。いい、置いとけ。それが面白いと思って。ってね、メニューも入ってるわ。うん、俺それもうけ。メニュー、うん、ちゃうよ。あ、もう牛すぎ多いよ、うん。死ぬほど一味かけて食うわ。ある一味あるわ。前にある。コンビニじゃないよ、おでん。わざわざ買うって。いや、今おでんじゃねえから牛すじだ。ルーアン。それどうせ買うんだろ、もうローソンじゃないよって書いてほしかった。ああ。ファミマもおでんあんじゃねえの？あるやろ、それはあるやろ。セブンイレブンもだからコンビニで、だからじゃあどこどこなんだろうっていうツッコミが入るから、うん、めんどくさいから、しつこいね、みんな。だから分かりやすくしているだけよ。あれは文字打ち？パソコンの方が楽。いや、早いっちゃ早いよ、PC の方が。うん。あの、あれでさ、ほら、スマホでも早いやつは早いけどな、フリックが。めっちゃ早いな、こいつっていうのいるけど。あれでもフリックさ、あのなかなか食わねえ時あんだよ。まっ、うん、あ、ごめんね、ウェリナとか俺のこと来たこともねえやつが言ってることなんて気にもしねえし、読んであげただけでありがたいと思ってくださいお前いつ来たんだよ。俺とか常連になってね、仲良くお話ししてくれる人以外のコメントはほぼ俺バカがまた来たなって個人的にはね思ってる。なんだかんだ言う前に店来いて。いいよ、来なくて。なんでや、だるいじゃんそんなやつ。そういうとこから常連が生まれるかもよ。ああ無理だね、サンサン無理、サンサンから敵に戦火器な。いや俺変なことやんなきゃできんなんかしないよ。何か意図を持って俺の店に来てるんであれば、そんなものは来てもらわない方が。うまいで。あ、そう、ありがとう。だからそういうの相手にしたらキリねえのよ。でも、あの、あれでしょ、うん、ゆきちゃんとか、ゆきちゃん、あの、
ここにやっぱりサンさんと絡むと閲覧上がるっていうのもマジな話でしょ。だと思うけどね。だけどハメを外しすぎなきゃそれでいいわけ。おい佐野とかさ、もうそんなやからじゃねえかよ普通に考えて。そうやな、うん、そんなん言われることもうないっしょ。あるよ、あみたいな、うまい感じでちょっとなんか俺をイラつかせようとしたり。いや、イラつかせよう、イラつかせようと。そんなの、うん、だからすぐ気がつくけどね。あ、予想がそこ乗っかるわけ。乗っからないと相手がもっとうるせえこと言ってくる。まあ、ね、あ、前のあの女子、ああ、あれはもうだってもうあんなの発狂ババアだろ。あんなに、まあ、同じような感じよね結局、うん、だから乗らねえから発狂しただけじゃん、うん、そういうことね。うん、そうか、じゃあやっぱりあのこういうのってさ、うん、サンさんいつも言ってエンターテイメントやから、こう乗っかって半乗りするときはあるよ。そこに行って、うん、で実は断られたぐらいのとこまでが一番おもろかったりするよね。まあそこら辺が、うん、まあ難しいか。でもそれねえ、人間が動いとんやからね。ただしばらくはこう喋んないでこう見てるけど、あの人の激変はちょっと怖かったよね。女子はスイッチは入れ方は強烈だね。うん、こうなった、うん、ほんま、で俺なんか変なこと言ったのかなって思って。何も言ってないよ、うん、急にやないやん。だから狙ってきてんでしょ、うん、いや狙ってきたって本人はっきり言うとったからね、うん、だからもうそんなのどうでもいいんだけどね。マジでサンサンよあれ見えてんの？俺全然見えへん。見えてるよ。見えてんの？うん、俺は裸眼は今ちょっと下がって 1.5 ぐらいしかない。こんなだってもうバーン流れたら見えへんじゃん。あ、走ったら追っかけるのに結構疲れるけどね。あ、キッツさんおるやん。うん、いや本物かどうか分かんないけどね。それは見てや、あのなんかでだってキッツさん俺本物だからって言うときはあの LINE で俺に送ってくるから、うん、これでもキャスアカやからな。いや、なんキャスアカって言えばこんなのは誰だって作れるんだ。作れるやろ、うん、ちょっとお手洗いに行きます。はい、どうぞ。そうそう、だから作れるから、だから何個でも量産できるじゃん。サンサンおしっこ行ったよ。香川君とこの交番持ってきた焼き味噌な卵焼きいらんて、いらんて言う。